麻酔ともとは、薬物などによって、人為的に疼痛をはじめとする感覚をなくすことである。主に医療で治療などにおける患者、動物の苦痛を軽減させると同時に、筋の緊張を抑える目的で用いられる。これにより、手術を受けることができ、また、耐え難い苦痛を取り除くことができる。麻酔は、通常、局所の感覚のみを失わせる、局所麻酔と全身に作用する全麻酔がある。薬物以外の麻酔として、催眠術、鍼灸、低体温法があるが、一般的に行われていない。薬草を起源とするものに、古くからアヘンや大麻があり、19世紀前後には、亜酸化窒素の麻酔作用が発見された。コカインの局所麻酔作用は19世紀中頃に発見され、改良されたリドカインは1943年に登場している。上記、競技の麻酔に加えて、手術中の生命維持を行う医療も麻酔に含まれている。痛みや意識を取るという狭い意味での麻酔に加えて、生命維持に必要な呼吸管理、循環管理、体液管理、中枢神経管理を手術中にリアルタイムで病態治療を行っていく。したがって、術前、術中、術後の生命維持の総合医学として、高度に専門的な知識と実践が要求され、極めて専門的な知識が必要とされるため、医師、歯科医師、獣医師においても別に研修を積む必要がある。日本では診療科として麻酔科を名乗るには、厚生労働大臣の麻酔科標榜医の許可を取る必要がある。医療法第70条2項及び医療法施行規則第42条の4に基づく。ただし麻酔科標榜医制度の適用は医師に限られる。麻酔薬を局部に作用させ、末梢神経の活動を抑える。投与法、遮断部位によって表面麻酔、浸潤麻酔、周囲浸潤麻酔。伝達麻酔に分けられる。静脈注射ないしガスの吸入によって中枢神経に薬物を作用させる。多くの全身麻酔では中枢神経系の機能を抑制したり、大脳新皮質を乖離させたりして意識を可逆的に失わせる。筋弛緩を伴う吸入麻酔の際は人工呼吸器が必須であり、気化器やモニタリング機器と一体になった麻酔器が用いられる。薬物を用いる場合、体質によっては使うと危険な場合、アナフィラキシーなどがあり、注意を要する。国にもよるがかつては、アヘンやモルヒネなどの麻薬が用いられたこともあり、これらを使用した患者や取り扱いを行う者に依存症が発生することもあった。現在使われている麻酔薬は、こういった危険が少ないものが増えてきているが、これらも使いすぎるのはやはり危険である。麻酔からの覚醒時に潜盲と呼ばれる意識変容が起こることがある。大半の患者は潜盲を覚えており、苦痛な経験だったとの調査報告がある。潜盲は意識障害だから覚えていないというのは全くの誤解である。潜盲デリリアム DSM-5 診断基準。A、注意を向け、集中し、維持し、他に転じる能力や環境認識の障害がある。B、その障害は短期間のうちに出現し、1日のうちで重篤さが変動する傾向がある。C、新規の認知機能障害の発現がある。記憶欠損、見当識障害、言語障害、知覚障害、視空間能力障害など。D、A と C の障害は、既存の確立された、あるいは発症しつつある認知症では、十分に説明できず、昏睡など重篤な覚醒水準の低下を背景に生じたものではない。E、その障害が別の身体疾患、物質の中毒、離脱、毒物への暴露などの直接的な生理学的結果によるものか、複数の病因により引き起こされたものである。AE をすべて満たすものを潜盲と診断する。潜盲は、軽度ないし中等度の意識混濁に、活発な精神運動興奮が加わるもので、幻視を中心とした幻覚、錯覚、不安、妄想が次々に現れる。その間外界の刺激は、ある程度受け入れられるが、多くは後に強い健忘を残す。専門の要因を1、直接因子、0、薬物、臓器障害、代謝異常2、誘発因子3、準備因子、0、年齢、認知症、脳梗塞、パーキンソン病などの基礎疾患の3つに分けると捉えやすい。高度侵襲手術により患者は大きなストレスを受ける。長時間手術は薬剤の投与量が増えるとともに、体内では薬物の移行に時間がかかる臓器に徐々に薬物が蓄積される。蓄積された薬物は投与中止後も血液中に移行し、作用が遷延する。中枢神経系の手術は意識そのものに影響を与える場合がある。また広範囲に操作が及ぶ手術も侵襲が大きく、覚醒遅延の要因となる。薬物を用いない麻酔として、催眠術が長い歴史を持っている。このほか、低体温法、電気麻酔や針麻酔というものも存在する。日本では、江戸時代にはすでに氷を用いた低体温法が存在したという。針麻酔は一般には1958年に上海市第一人民病院で行われた扁桃腺摘出手術を講師とし、過去に類似の麻酔法があったとの説もあるが明確な記録がない。1972年の米中国交回復時のニクソン大統領訪中のニュースとともに針麻酔が報道され、世界に知られるようになった。先史時代には薬草による麻酔が利用されていた。アヘンと大麻の2つが最も重要な薬草として利用されていた。それらは蛍光で摂取するか燃やしてその煙を吸い込むことで利用された。アルコールも最も古くから知られている鎮痛剤で血管を拡張させる作用の存在は知られていなかった古代メソポタミアで利用された。南アメリカでは朝鮮はサガオから抽出されたスコポラミンがコカのように用いられた。インカ文明ではコカと酒を麻酔に使用した戦闘術が行われていた。古代エジプトではマンドレークの果実から抽出されたものが使用され、中世ヨーロッパではそれにヒヨスチャミンなどのトロパンアルカロイドを多く含むナス科植物を組み合わせて使いした。中国では五冠末期、カダが朝根酸という麻酔を使い、手術を行ったと、三国志に記録されている。朝根酸の成分は不明だが、これも大麻を使ったものではないかと言われている。日本においては、江戸時代に外界であった花岡清舟が、マンダラカの実、朝鮮朝顔、草渦、トリカブト、トウキなどの6種類の薬草に麻酔効果があることを発見し、実母のおつぎと妻の会の実験協力と犠牲の上に、全身麻酔薬、通りセン酸を完成させた。文化元年、1804年10月13日、花岡清舟は、蛍光の通セン酸を用いた、全身麻酔下での手術により、大和国内郡五条村の愛夜間の乳がん摘出に成功している。はっきりした記録が残っているものでは、世界最初の麻酔手術である。19世紀における有効な麻酔薬の開発は、ジョゼフ・リスターによる消毒の技術とともに、手術の成功の鍵の一つとなった。ヘンリー・ヒックマンは1820年代に酸化炭素を用いた実験を行った。ジョセフ・プリーストリーによって分離された亜酸化窒素、笑気ガスの麻酔作用は1795年にトマス・ベドーズの助手であるイギリスの科学者、ハンフリー・デイビーにより証明され、1800年に論文として発表された。しかし、初期には亜酸化窒素の医学的な用途は限られており、その主な役割は娯楽であった。1844年12月、アメリカ合衆国の歯科医師であるホーレス・ウェルは、抜歯を無痛で行うために亜酸化窒素を使用した。翌1845年、彼は、マサチューセッツ総合病院で公開デモを行ったが、失敗を犯し、患者に大きな痛みを感じさせた。この失敗のために彼は、すべての支援を失った。歯科医師であるウィリアム・クラークは1842年1月、1540年に発見されていた硫酸エーテル、ジエチルエーテルの抽出を行った。同年3月、ジョージア州のダニエルズビルにおいて、クロフォード・ロングが最初に麻酔を手術で用いた。少年の首にある嚢胞を取る手術であった。しかし、彼は後になるまでこの情報を発表しなかった。1846年10月16日、歯科医師であるウィリアム T.G. モートンは、マサチューセッツ総合病院に招待され、硫酸エーテルを麻酔として用いた最初の公開手術を行った。首から腫瘍を切除する手術であった。モートンがリーシーンと名付け、アメリカ合衆国での特許を取った化合物を彼は秘密にしようと努力したが、それにもかかわらず、1846年末までには、この発見と化合物の性質に関するニュースはヨーロッパに広まった。ロバート・リストン、ニコライ・ピロゴフなどの評価の高い外科医たちは、ジエチルエーテルを用いた手術を試みるようになった。クロロホルムもジエチルエーテルと並んで急速に発達した。クロロホルムはジエチルエーテルと異なり手術室では常温で引火せず、また麻酔導入にはジエチルエーテルより扱いやすいと考えられいた。クロロホルムは1831年に発見され、有機化合物に関する幅広い研究の中で、1847年にクロロホルムの有効性が発見され、ジェームズ・シンプソンが無痛分娩に成功した。クロロホルムの使用は広がり、1853年、ジョン・スノーがレオポルド王子出生時にビクトリア女王にそれを与えた時に国王の認可を受けた。しかし、クロロホルム麻酔は重篤な心毒性、不整脈を引き起こし、死者が相次いだため、全く用いられなくなった。その後、導入麻酔薬と維持麻酔薬は別のものを使用する麻酔法が主流となり、ジエチルエーテルは維持麻酔薬として最も優れているとされた。しかし手術室の電子化に伴い、ジエチルエーテルの引火性が問題となり、先進国では使用されなくなった。ただ、今でもその優れた特性から、発展途上国では維持麻酔薬として頻用されている。最初の有効な局所麻酔薬はコカインであった。1859年に分離されたコカインは、眼科医であるカール・コラーによって1884年に用いられたのが最初である。その前までは、医師は塩と氷を混ぜたもので、冷たさによる麻痺を得るなどしており、これは限られた場合でしか使えないものだった。この感覚脱出は、エーテルやクロロエチンのスプレーでも引き起こせた。コカインはすぐに、プロカイン、1905年、オイカイン、1900年、ストバイン、1904年、リドカイン、1943年などの多くの安全な派生物に置き換えられた。オピオイドは、ラコビセアヌ=ピテスティによって最初に使用され、1901年に発表された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。